11月26日土曜日パスワパスオコンサート2022開催決定。よ、今年は心を動かす音楽をということで、はい、来てくれたお客様の心がね、感動したとか楽しかったとか、そういったね、こう感情が動くようなね、うん、熱いコンサートを作っていきますので、はいはい、そうですね、うん、で、まあ、昨年 も、うん、もうめちゃめちゃ気合い入れて、うん、過去最大規模ということで歌ってやりましたけども、はい、やっぱ今年はまた、はい、そうですね、来ますね。もう去年凌駕するね。もう食ってていきますね。去年過去最大規模これまでやってて、過去最大規模って言ってたけど、うん、今年もガッていきます。結構いきます。今年もガッていきます。よしよし。今年はね、はい、なんといっても一番大きく変わるのは演出家の方をね、初めてお願いしてですね、はい、そうですね、はい、演出を一から我々パスワパスワと演出家の山口翔太郎さんとね、こう緻密に打ち合わせて最高のショーを作っておりますね。はい、ね、いやでも本当に僕らの見えてなかったところが、うん、打ち合わせでもすごくいっぱい見えて、うんうん、もう今からもう僕らも嬉しい、僕らも楽しみですよね。楽しみですよね。そうね、今年は一応こうね、テーマといいますか、はい、こうイメージ、演出イメージとしては、まあ、このねポスターにもあるようにこう、ね、ちょっとこうブラックミュージックパーティーみたいな、ちょっとね遊び心がありつつ、ちょっと大人な感じを出せていけたらなと思いますよ。うん、なんかもうセットとか衣装とかもそういうのに寄せて、うんうん、もう全体的にそういう雰囲気をコンサートの中で作っていく、はい、ですね、ちょっと大人になったね、うん、バッソアバッソを見ていただけるんじゃないかなと思います。はい、はい、というわけで11月26日柏市民文化会館大ホールパスワパスワコンサート2022、皆様のご来場お待ちしてます。待ってます。